祖国戦祖国戦は中国政庁の軍人、政治家。字は、はじめ、コナン省庁佐府省合県出身。新庁の著名な大臣祖国藩と祖国家の弟で祖帝官の2位。将軍の指揮官の一人。太平天国との戦いでは、長兄の補佐を行い、皆、豊か6年に、厚生省で兄が苦戦していると聞くと、コナン準部。 落兵将に皇帝三千人の兵を集め、吉安に救援に向かい、翌七年に陥落、功績で地府に抜擢された。皆、豊八年には、厚生省全土を掌握し、動員に昇進した。その後、旧行を出発し、甲州から安岐省に入った。皆、豊十年から安慶を包囲し、陳玉政の援軍にしばしば敗れるも、翌十一年に安慶を陥落させた。 同治 1>, 1年に石膏アゼチ、ついでチャンス不正子に任命され、受け台から天慶の攻撃を開始した。同治3年、天慶攻防戦で、激戦の末に天慶を陥落させ、太平天国を滅亡させたが、アンケート南京で殺戮を行い、財物を略奪したことで避難を浴びた。同治4年に湖北巡部に任命、同治6年、李光省と共に、 年軍の鎮圧に当たったが、作戦の失敗で病と称して退職した。高所元年、寛解に復帰し、先生準部、賛成準部、両校総督を歴任し、高所10年からは、両校総督を務めた。高所16年、66歳で死去。死後、中、上皇の死亡を送られた。また、同年に、老いの草を寒さも没している。 新庁の著名な大臣祖国藩と祖国家の弟、祖帝官の2位、ありがとうございます。